日本の文脈でメンタルヘルスと聞くと、私はすぐにメンヘラとかメンヘルとか、なんかああいう、こう心が安定していない他者や自分自身のことを蔑む言葉がすぐに私は頭に思い浮かぶんですけれども、私にとってのメンタルヘルスは個人の感情や考えが何からも支配されたり否定されない状態かなと思います。飯山由紀です。私は映像やインスタレーションを作るアーティストです。東京におけるマインドスケープスのアーティストインレジデンスに参加しています。今回私は親密なパートナーシップ間における支配や暴力について、その経験者や支援者の方、専門家を交えて、インタビューとワークショップを行います。今回扱う問題、その DV についての作品を作るんですけれども、その自分が本当にその問題を経験したり経験している、今もその問題の中にいる状態で作るっていうのは、まあ初めての経験ですよね。なので経験した一人として、なんかプロジェクトの協力者とともに、まあ勉強する、学ぶことと、まあ時々は嫌なことを思い出しながらも、まあその経験から回復していくというか、なんか別のその経験の話し方というか、その糸口を見つけることが、まあ大きな挑戦なのかなとは思います。日本社会はその女性であったり男性であったり、あるいはまあ社会人とか母親とか父親とか、なんかそういう属性の人はこうあるべきみたいな、ステレオタイプされた価値観が、まあその刷り込まれる機会がとても多い気がするんですね。なんかこう本来個人はそうしたカテゴリーには当てはめきれない多面的な存在だと思うんですけど、なんかそういうことをその見せるような作品であったり展示はできないかなと考えてます。で、 DV の問題にしても、その個人っていう場所の中には、その加害と被害の経験が両方ある場合があるんだなというのが、やっぱりその一口にはステレオタイプとして語りきれないところが大きいなと思ってます。今回ちょっと気をつけようと思ってるのが、それらを展示する際には、観客がそれを見て自分自身の経験を思い出したり、考えたことを受け止める場所を展示空間内に作ることを重要なことだと思ってます。なんかその展示っていうのはある情報を提供する場でもあると思うので、その今自分が直面している問題が自分や家族の固有の問題ではなくて、ある意味構造的だったり複合的な問題であると、視点を転換するための情報を提供することで、まあ何か心を動かすきっかけになって、そこからこうそれぞれ誰かの体が動いていくきっかけになればいいなとはすごく思います。メンタルヘルスについて関心があって、それはすごく重要なことだと考えている人はとても多いと思うんですが、やっぱりメンタルヘルスっていうのは形を持たなくて、とても見えにくいものだと思うんですね。それについて焦点を当てたアートプロジェクトはとても意義がある試みだと思います。